相棒何してんのじっとしてればここの出だしの部分乗り切れるかなと思って何も思いつかなかったのうんそんなことより広瀬良子とミシュランシェフのダブル不倫疑惑についての話聞いたうん珍しいねだって10代の頃広瀬良子大好きだったもんんん何いや何でもないしかも広瀬ベストマザー賞を取ってからのダブル不倫疑惑でしょまああの賞は呪われてるからね広瀬が歌った金大一のエンディングテーマは好きだったなぁ 気のせいかなお前は広瀬涼子好きうーん何相棒広瀬涼子って言ってみて広瀬涼子やっぱり何相棒広瀬じゃなくて広瀬だからえ知らなかったこれで謎が一つ解決したねそれじゃあクリーニングも終わったしテープを止めてそのまま巻き戻さないで取り出してね